白甲河は、アメリカ合衆国のアラバマ州、タラデガ郡にある都市である。人口は12,749人で、大理石の町、ノスリノス、狡猾な町などの異名を持つ。1954年11月30日、後に、白甲河隕石と呼ばれる、重さ4キログラムの隕石が、近郊のオークグローブの町の住宅の屋根に激突した。隕石はラジオで跳ね返り、 破片が誤水中だったアン・エリザベース・ホッチスに命中した。これは宇宙空間から落ちてきた隕石が人に接触した世界初のケースであった。2010年にアメリカズ・プロミス・アライアンスが公表した若者のための最高のコミュニティ100に選ばれた。工場労働者のグループ。1910年11月、ルイス・ハイン撮影2000年の国勢調査によると この市には12,616人、5,215世帯、3,419家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり262.9人で、平方マイルに直すと681.0人となる。住居数は5,748件で、1平方キロあたりに119.8件が立っている。計算になる。 住民のうち白人が69.17%、アフリカ系が28.91%、ネイティブアメリカンが0.26%、アジア系が0.29%、太平洋諸島系が0.06%、その他が0.40%、根結が0.91%、ヒスパニックが0.97%を占める。 5215世帯のうち30.1%は18歳以下の未成年と暮らしており、46.3%は夫婦で生活している。16.1%は未婚の女性が世帯主であり、34.4%は家族以外の住人と同居している。31.7%が一人暮らしの世帯で、15.5%を独居老人世帯が占める。 一世帯あたりの平均構成人数は2.37人で、家庭あたりのそれは3.00人である。住民のうち25.0%が18歳以下の未成年8.3%が18歳以上24歳以下、25.9%が25歳以上44歳以下、22.2%が45歳以上64歳以下、 18.6%が65歳以上となっており、平均年齢は39歳である。女性100人に対し男性が81.3人いる。一方、18歳以上の女性100人ごとに対しては77.0人いる。1世帯あたりの平均収入は29,533米ドルで、家族あたりでは4 2 7 5ベ米ドルである。 男性の平均収入は32,092ベイドル、女性のそれは21,990ベイドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人当たりの収入は16,209ベイドルとなる。総人口の21.3%、家族の16.6%、18歳以下の未成年の33.6%、および65歳以上の老人の16.7%は、 貧困戦以下の収入で政権を立てている。市長、議会制を採用している。市長は選挙で選出され、任期は4年である。議員には5つの選挙区から各1人が選出される。ありがとうございます。